いやね、今日久しぶりにここに来たらいきなりなんかこんな服着せられて朝から変なことばっかり起きてるんだよね。それにえここには今見た、みんな見間違いかな。なになに、なにジバニャンって、えなにジバニャン、どこどこ、なんかいた、それ何かな。待って、あ、ここに妖怪怖い人いる？ジバニャン、じゃあジバニャン怖くない人。じゃあこれは、ここにはね、夜になると白くて丸いものがふわふわ浮かびながら見えるんだよ。これはね、このアトラクションの椅子に座れなかった人の魂が今も椅子を求めてさまよっている声だ。怖っ、怖いんです。怖くないよ、お姉さん大人だから。もしもの時はみんなのこと守るし大丈夫。ねえみんな、本当に怖くないの？妖怪だよ。全然、変なことばっかり。このままじゃここに誰も来なくなって、妖怪屋敷になっちゃうよ。なんとかしないよ。そうだ、勇気のあるみんなにお願い、中の様子を一緒に見に行ってくれないかな。みんなで行ったら怖くないと思うんだよね。ねえ、一緒に行ってくれない？え？え、いいの？じゃあ大きなお友達もみんなに聞いてみよう。元気な声聞かせてね。一緒に行ってくれる人？じゃあ中で妖怪がいたらすぐにお姉さんに教えてね。よし、ドアオープン。みんなちゃんとお腹で待っててね。お姉さんもすぐ行くから。ありませんね。ではこれを。
それは妖怪ウォッチ、人間と私たち妖怪をつなぐコミュニケーションツールです。さあ、メダルを入れて。メダル？これかな。おお、何が？ブリッジ召喚。消します。諦めるよ、どうしました。妖怪って怖いって思ってたけど本当は怖くないのかな。そうや、オリチ怖くないや。オリチ可愛いよ。どうですか、妖怪とお友達になりたいでびすか。どうしたら友達になれるの。教えて差し上げましょう。おいそれと人間と妖怪が友達になれるかというとそう簡単ではござんせん。それはそれは厳しい修行が待っているのでびす。まず大森山に登り滝に打たれて丸一日心の汚れを洗い流し、そしてどんこいのほとりでデビの胸らを注ぎ歌ったらかったら何いい方法ないの。だったらみんなで一緒に配合するにゃ。みんなで一緒に体を動かせば妖怪の友達になるよ。やりますか。Bye.
さんの元気のおかげですね。感謝しておいた方がいいんじゃないですか。本当だね。みんなありがとう。これであなたの願いは叶いました。この場所はお返しします。楽しかったからこのままでいいよ。ここにいて私たちみんなと一緒に遊びたいなね。わかりました。本当？やった。友達のお願いは聞くもの。